ベオルトリッチワナナ王国時代のウェセックスの王。日本語ではベオルフトリクトも、アングロサクソン年代記の786年の記述に、戦王、キュネウルフが暗殺されると、ウェセックスの王になったとされる。また、この頃マーシア王、オッファが、ウェセックスの大半を支配下にしていたとされ、また年代記の787年にオッファの娘、エアドブルフを妻としたとある。 また836年には次に王になったエグバードが王になる前にオフファとベオルトリッチによってフランスへ追放されていた旨が記述されている。このことからベオルトリッチはオファを創主としていた可能性が伺える。また年代期にはオファの娘を妻とした787年よりデエンジンの来襲が始まったとも記述されている。800年に母子 フランスに亡命していたエグバードが王位を継承した。このエグバードがイングランドを初めて統一を果たすことになる。ベーダーへ国民協会誌、P328。ありがとうございます。